今日のショールームではお話ししようかなという感じでございますが、改めてね、熊本ツアー来てくださった皆さん本当にありがとうございました。もう本当に久しぶりの大きい会場で、まあコンサート、地方でコンサートということで、もう最初はなんだろう、やっぱり緊急事態、東京とかね、緊急事態が出たりとかして、すごいもう始まるギリギリ、始まる1週間前とかまで本当に開催できるのかなとか、また延期になっちゃうんじゃないのかなとか、結構不安な部分とかもあったっちゃあったんですけど、でも無事にこうやって1年以上空きましたが、まあ、無事に開催することができて、まあ、本当に嬉しかったし、やっぱりそのなるがずっとねセットリストとかを考えてたのを横で見てたりとかしてたので、すごい能さん自身も楽しかったって、みんながなんだろう、熊本に来てくれてよかったじゃないけどっていうのを言ってたので、私も本当に熊本に行けてよかったし、やっぱり久しぶりにファンの皆さんの顔とか、久しぶりに来てくれた方とか、うちやとかも結構本当に会場が大きくてすごい見やすかったので、うちわとかも見えたりしましたし、もうとりあえずなんだろう、本当に幸せなもう一日だったかなと思いますかね。配信とかでね見てくれたみんなもいるのかな、本当に皆さんのなんだろう表情で、あ、みんなもすごい楽しんでくれてるんだなっていうのも分かったし、なんだろう、声はもちろん出しちゃダメだけど、なんか思わず出てきた笑い声っていうんですか、出しちゃダメだけど思わず出てきた笑い声とかも聞いたりして、なんか本当に声とか出しちゃいけないのに、あんまり笑い声とかもいけないのに、みんなもうそれを出しちゃうくらい本当に楽しいんだなっていうのが本当にこっちにも伝わってきて、そうそう、でもやっぱりあれですね、その久しぶりのコンサートでなかなか、まあコロナ禍になって1年ぐらい経ったけど、でもやっぱり大きい会場だからこそみんなの声援がないことに関してすごい不思議な気持ちになった。なんか楽しんでくれて、最初の方はね楽しんでくれてるのかなとかすごい心配になったんだけど、でもやっぱりみんなの表情を見てるとすごい楽しんでくれてるんだろうなっていうのが伝わってきたから、それは良かったんだけど、本当に最初オーバーチュアで幕開けた時は本当に声援とかが何もなかったから、本当に
なんか大丈夫かなーって思ったりとかもしたんだけど、でもやっぱり何よりもみんなが楽しんでくれたっていうことが幸せです、本当に。イラちゃんの MC で和んだのでは 私 MC で和むようなこと言ったっけな 言ったかしら そうとか、セットリストとかも私がやりたかった曲とか、なんかやっぱり似てるんだと思う。なんかさ、最近は本当に思うんだけど、私となるってなんか似てるところが多いなって、なんか改めて思った。最近なんか最近よく言いたいこととかがハモったりとかするんですよ。ハモったりとか、こう同じこと考えてたりとか、辛いのが食べれなかったりとか、なんか猫舌なところだったりとか、なんかとにかく同じところが多いなって最近気づいたんですけど、まあ昼公演の1曲目は「恋のお縄」っていう歌からスタートして、なんか鳴子っていうのがあるんだけど、わかりますか？鳴子で鳴子を持って踊ったんですけど、私一回この恋のお縄をどっかでやったことがあるんですよね。多分横浜スタジアムかな、何かのコンサートでやったことがあるんだけど、すっごい懐かしくて、すごい久しぶりで、結構恋のお縄ってめちゃくちゃきついのよ 結構しゃがんで上がってしゃがんで上がってみたいなのがすごい多い振りなんだけど、これはみんなでめちゃくちゃやった、合わせたりとか、やっぱり一発目の曲だからかっこよく見せたいっていうのもあって、みんなでめちゃくちゃ踊りましたね。これは何だろう、延期される前から、だから1年前、本来だったら2020年の3月にある予定だったんだけど、1年前からめちゃくちゃみんなで踊ってたのよ、この恋のお縄を。1日1お縄って言って、レッスンがあったら絶対1回はお縄を踊ろうみたいな、だから体力をつけようみたいな感じでお縄を踊ったりとかしてたんですけど、そうお縄もね、メンバーみんなすごい楽しいね楽しいねって言ってやりながらで、恋のお縄、昼公演から話してます今。恋のお縄の次は置き時なんですけど、私置き時めちゃくちゃ好きなのよ。 SKE の曲、 SKE48 さんの曲なんですけど、置き時は8に入る前からすごい好きで、曲もそうなんだけど、ダンスとかも好きで、なんだろう、構成、振りの構成がすごい好きなんですよ。だからそのなるが私と、なんだろう、シメやりたいって言ってくれて、そうそう2人で最初の A メロ歌ったりとかして、そうそう、モンさんは多分スキーの楽曲がすごい好きだと思うんですけど、そう時々は1回ね、外資ホールってチームメイトが4周年の時にやったんだけど、それ以来ねやってなかったから、確かからすごく時々も楽しかったです。時々もまたやりたいなーって思ってたから楽しかった。で3曲目が「Only Today」っていうチームメイトの公演曲、「ただいま恋愛中」っていう
公演の公演曲なんですけど、私オンリートデイ最近すごい聴いてて、オンリートデイは実は1年前のセトリにはなくって、新しく追加された曲だったんですけど、オンリートデイは私昔から大好きなんですよ。なんか勝手にオンリートデイを聴くと超エモくなるみたいな、私の中でね、私の中で超エモエモなのよ、オンリートデイって。で、なんか歩きながら聴いてたりとかしてたんだけど、それをできるって聞いて、この「オンリー・トゥ・デイ」は一番最初にあった長崎コンサート、私の初ツアーの長崎コンサートでやったんだけど、めちゃくちゃエモくて、もうエモすぎました。 エモかった。オンリー・トゥ・デイは大好き。カラオケとかでも歌いたいんだけど、入ってないから歌えないんだけど、本当に大好きな曲です。で、4曲目がラブトリップ。ラブトリップもすごいいい曲ですよね。ラブトリップも好きです。ラブトリップはすごい、衣装がブルーでキラキラした感じ、本家の衣装が、選抜の衣装がだと思うんですけど、ね、とりあえず、なんかすごい、もうなんか私が好きな曲全部詰め込まれてたんですよね、本当に。それくらいいっぱいあって、で、次は思春期のアドレナリン、なるのセンター曲ですね。まあ、思春期のアドレナリンは逆にやらないコンサートはないんじゃないかっていうくらい、いつもやってる曲なので、声は出せなかったけど、でもみんな盛り上がってるんだろうな、心の中ではっていうのが分かったので、あとフルだったんですよ、アドレナリンだけね。フルサイズだったから、久しぶりに突然街を全力で走ったりとかやった。アドレナリンもね、もう体力が切れるんじゃないかっていうぐらいの屈伸とジャンプがあるので、すごいね、あ、もうやばい、体力やばいと思いながら、このオープニングブロックはやってました。でも昼夜でオープニングは違ったので、これはまあいっぱいレッスンとかでとか、みんなで固めたりとかして、いっぱい踊ったけど、やっぱり本番は1回限りしかなかったから、本当に一瞬だったね。あんなにみんなで踊ってたりとかしてたのに、もう一瞬でした。 あのオープニングブロックで、なんかそこからはユニット曲で、ユニットは、私は昼は雨のピアニスト、多分おなじみの曲なんですけど、アメピをやりました。ユニットもね、全部なるがセッあのユニット曲を決めてくれたんだけど、本当にマジで全部なるがユニットも、なんだろ、メンバーとかも決めてくれたんだけど、そうそう、あと下尾とセリカと私のね、おなじみの3人、タオセリラで久しぶりにユニットをやったんですけど、アメピオで、なかなかさ、いつも劇場でやってたからさ、まあチーム4の公演に来る人とかはアメピーとか見てると思うんですけど、その、なんだろう、初めて見る人とかもやっぱ結構いたと思うんですよ。だから雨のピアニストは結構数を重ねてるので、いっぱいやってるから、なんか慣れてるっていう言い方はあれだけど、なんか、まあ慣れてるよね。だから すごい、だから、なんだろう、
いつもやってるからこそ、大きい会場でやったのは初めてだったから楽しかったです。やっぱりずっとチーム4の方とやってたので、なんかもうメンバー兼友達のあの2人とできてよかったなっていうのもすごい思いました。ね、衣装もいつも着てるやつで、立ち位置も全部同じだったんだけど、そう、私のアメピアを多分久しぶりに見たっていうね、リランチの皆さんは多かったなというふうに思いました。で、その次は九州メンバーで「少年よ嘘をつけ」っていう渡り廊下走りたいセブンの皆さんの曲を、歌ったんですけど、これ私の世代にもうぴったりなんですよ。この歌「クレヨンしんちゃん」の主題歌だったんだけど、「少年よ嘘をつけ」がずっと見てたのだから、それこそ私が小学校4、5年生とか。そんくらいの曲だから10年前とかかな、そこまではいかないか、8年9年8年前くらいの曲なんだけど、これをずーっとテレビで見てたから、少年よ嘘をつけだから、もちろん歌も知ってたし、なるが多分しんちゃんが好きで、それで九州でやろうって言ってくれたんですけど、この少年よ嘘をつけもいつかやりたいなってずっと思ってたから、できてすごい嬉しかったし、なんかあの時テレビで見てたこの「少年よ嘘をつけ」がまさか自分が歌う日が来るとはなんてね、思ってなかった。ここで歌ったことあったよね、あったよ、カラオケで、ショールームで。そうだからすごい好きなんです。かなり珍しい曲だよね、多分初めてやったんじゃないかなって思う。8では、エイトが言ってるの見たことないけど、本当に世代なんだよね。希望山脈と少年よ嘘をつけはずっとしんちゃんで見てたから知ってる。そうそう、まあ、ユニットはこんな感じでして、次は撮影曲で「ヘイト」っていう、ヘイトってあんまり日本語にしちゃいかんけど ヘイトっていう曲と、熊のぬいぐるみを撮影曲でやったんですけれども、ヘイトは私もすごい初めて聞いた曲、その長年 AKB オタクをやってましたが初めて聞いた曲で、チーム A の曲らしいんだけど、そうそう、これもなるがね MC で言ってたんですけど、トムさんにこれどうって勧められて、セットリストに入れたっていうふうに言ってたんですけど、ヘイトは何だろう、なんかあんまりなんか AKB の楽曲にはない感じの、なんだろう、ちょっと大人なんて言うんだろうね、あれちょっとあれだよね、重い曲、歌詞だけ見るとめちゃくちゃ重い重めのソングなんですけど、ヘイト、重い愛の曲っていう感じなんだけど、フルで聴いてみてほしい。フルもすごいいいから、なんかそもそもなんか曲の尺が短いんだけど、聴いてほしいなって思います。そうそう、で次が熊のぬいぐるみで、やっぱりね、熊本といえば熊じゃないですか。熊本といえば熊だから熊のぬいぐるみをやったんですけど、熊のぬいぐるみも楽しかったです。その後はダンスブロックだったんですけど、希望についてと野蛮な求愛と、あとカモネギックスのリミックスバージョンやったんだけど、希望については私は出てなかったんだけど、
そうそう、希望についてもすごいいい曲ですよね。なんか好きになりました。希望について僕は語ろう。そうだ、私は野蛮に出ました。野蛮めっちゃ久しぶりにやりましたけど、やっぱいつまで経っても野蛮を踊るのは難しいなって思いました。まあなんかね、4、5回くらいやってるけど、野蛮って本当に難しいね。むずい。けどやっぱ踊っててすごく楽しいです。で、次よ、次。次がカモネギックスのリミックスバージョンなんですけど、これがめっちゃかっこいいのよ。音源みんなになんかプレゼントって言ったらおかしいけど、なんか動画を上げたいくらい、普段のカモネギックスとはちょっと違って、なんか EDM っぽいなんか感じのやつなんですけど、そうカモネギを踊る前にリミックスだから、なんかねダンスパートみたいなところがあるんですけど、このダンスパートのダンスがめちゃくちゃ楽しくて、もうすごい楽しかった。かっこよくて、本当にあのカモネギのリミックスはマジでかっこいい。あ、神曲縛り公演バージョンなんだ。そう、本当に好きです、あれ。カモネギはまたなんかどっかでやりたいなーとか思ったりとかしてるんですけど、そうそうそう、その後は、まあ、8ブロックです。8ブロックで、昼はジタバタからだ。ジタバタは1回踊ったことあるから、2回目で久しぶりにジタバタ踊りました。ジタバタもいい曲ですよね。ダンスはちょっと難しいけど、ジタバタと、あと2曲目が天邪鬼バッタなんですけど、天邪鬼バッタは1回舞台でライブパートがあったんだけど、マジムリの舞台やってた時にライブパートがあって、それでやった時にファンの皆さんがなんか声出しちゃダメなんだけど、おーってなっちゃったから、熊本でも、ね、みんな喜んでたから熊本でもやるかっていうことになって、天邪鬼はやったんですけど、もう本当に天邪鬼ってめったにツアーとかでやんない曲だから、本当レアだと思うよ、マジで。超レアで天邪鬼なんて。 天邪鬼バッタは私がなんかわからない、誰が決めたのか知らないけど、舞台のライブパートで天邪鬼をやった時にセンターで踊ったんですよ。それで熊本のセンターで踊りなよってなんかなって、なるは自分のポジションでやって、私がセンターに立って踊るっていう、なかなか、なんだろう、ちょっと踊りづらい、センターなるちゃんじゃないんかいみたいな、ランリーなんかいみたいな感じのだったんですけど、天邪鬼は舞台に続きっていう感じでしたね。それなんか、なんかリラぴったりだよみたいな、天邪鬼みたいな、もう髪の毛がもう天邪鬼だもんねみたいな話をレッスン中になんかしたりとか言って、次は蜂の巣ダンスで、蜂の巣は安定に盛り上がりますよね。蜂の巣ダンスして、で次が前のめりで、前のめりもどっかのツアーでやったな、福岡ツアーでやったんですけど、前のめり久しぶりにやって前向きになれる曲だなって 思いました。
で、本編最後の曲は、まあ、夢へのルートで、ルートってもう結構本編最後の定番ですよね。最後は夢へのルートみたいな感じのありますよね。オタクがいそいそとペンライトを黄色にする。めっちゃ綺麗だってよ、蜂の巣の時ペンライト黄色で。こんな感じで終わった。本編、昼公演の本編。夜、あ、昼で、昼のアンコールは、僕たちは戦わない。僕たたもね、久しぶりにやりましたね。僕たたもすごい、振り付けがめちゃくちゃめちゃんこめちゃんこ難しい振り付けなんだけど、そう、僕とても楽しかったね。で、次が好き好き好きですよ。好き好き好き。あのさ、私さ、ずっとさ、好き好き好きをさ、最近ショールームでハマってるっつってさ 歌ってたと思うんですけど、好き好き好きがマジで好きなんだよね 本当に。あのね、歌詞が好きなの。好き好き好きの。可愛いじゃん。なんか可愛い恋愛してんなっていう歌詞。好き好き好き。付き合って2ヶ月は経ったけど、何にも起きない私たち。女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。普通なら10回目のデートくらいで、そろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだり、キスだってありなのに。マジで好きなの、ごめん、普通に歌っちゃうけど、マジで好きなの。好き好き好きが CMB いたよ、一人だけミッサーが。そう、いや、なんか歌詞を見てめっちゃいい曲じゃんと思って。やっと2人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカップルでいい。今日こそ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよって。歌詞がマジで可愛いんだよ。幸せな恋人になろうよ。女の子口調だけど男目線っぽい曲だと思う。嘘？女の子だよこれは。だって女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。チェンチェンチェンって言ってるよ。私たちって A メロちゃんと歌って、歌えてよ、さすがに。さすがにね。めっちゃ好きなんだよね、歌詞が。これ私は女の子が歌ってる曲だと思うな。だって2番で、親友にどこまで進んだのかいろいろ聞かれて困るのよ。男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってたって言ってるってことは、女の子が歌ってるんじゃないかなって私は思いました。
き好き好き。で、次が恋する充電プリウスね。安定ですね。言わずもがな、安定。で、その次が一生の間に何人と出会えるのだろうの、あやねちゃんのピアノバージョンであって、一生はマジでいい曲なの。もうなんか最近歌詞の良さに気づく、秋元先生の歌詞の良さに気づくことが本当に多々増えまして、本当に好きです。一生の間に何人と出会えるのだろうは。いや、一生に限らずマジで8曲って本当に自分に自信がない時とか、なんか自分があまり元気がない時に聞くと本当に元気が出る。もう心の底から元気が出る曲だなって本当に思ってます。そうそう。で、次が47の「素敵な街へ」で、オープニングじゃない、間違えた、ラストですね。47はもうラストだよね。で、真昼公演が終了ということで。昼よ、まず昼でもう、もう儚いなんですよ。儚い、ひたすら儚いみたいな感じで、本当にあっという間で昼公演終わって、なんかお見送り、いつもツアーの時はお見送りしてるんだけど、お見送りがなかったからすごい不思議な感覚で、こんなに時間あったっけみたいな、こんなに楽屋でゆっくりしてていいのみたいな。本当にお見送りがないことによって、なんか何すればいいか分かんなかったです。本当にいつも恒例じゃないですか、お見送りって。そうそう。なんか終わりってこれなんだみたいな感じでして、で次が夜公演ですね。夜公演は昼公演と結構オープニングからもうセットリストがガラッと変わった感じだったんですけど、だらしない愛し方から始まって、この曲はあれですね、なるの選抜総選挙のアンダーガールズの曲ですね。だらしないは、だらしないは本当にメンバー人気もすごく高くて、ダンスはそれこそちょっとむずいんだけど、すごいね。私も鬼リピしてた時期ありました、だらしない。で、その次が、なんだっけ、モニカ、なんだっけ、モニカ夜明けだ、夜明け、なんだっけ、やばい、歌詞が出てこない、モニカ夜明けだ。モニカ夜明けだ、モニカ夜明けだっていう曲なんですけど、モニカさ、モニカは、これはマジで1年前からモニカはセットリストに入ってたんですよ。多分、アイル？ AKB のユニットのアイルあったじゃないですか。アイル。多分、アイルがモニカをやってると思うんですけど、よく。アイルが、やる前に本当は私たちがモニカをやる予定だったの。何のマウントって感じなんだけど、そう、モニカは最初5人バージョンで、ね、5人バージョンで。そう、モニカはタオセリと、あと横なると私でやったんですけど、モニカもめちゃくちゃ練習しましたね、みんなで。モニカ夜明けだは、なんか、これもなんかちょっと EDM っぽい感じの曲なんですけど、すごい、あれは見せ方が難しいんですよ。本当に。楽しかった、あの5人で夜明けじゃない、モニカやっての、楽しかったなって、またやりたいなって、モニカ
思います。でその次がゼロサム太陽です。ゼロサムはチーム K の曲ですね。初めてやりました、初めてです。TDC で一回やったことがあるんだけど、なんか私ゼロサム太陽の振り付けが全く覚えられなくて、一回 TDC でやった時に、まあ、結果的に踊ったんだけど、なんかそれが結構引きずってて、最初の方をゼロサムを全く踊れなかったのよ。本当に覚えられないの、ゼロサム太陽が。覚えられなくて、まあ、ちゃんと本番は踊れたんだけど、多分みんな、多分ゼロサムはみんなね踊れないっていうと思う。踊れないっていうか、結構 TDC のトラウマじゃないけど、めちゃくちゃ一日何十曲もやってた時にゼロサムって振り入れしたから、本当にみんな覚えられないんだよね、ゼロサムを。セリカも言ってた、そう、いや、なんか本当にただただ単純な振りなんだけど、 TDC がもう頭によぎってて本当に覚えられなくて、藤園レイちゃんに教えてもらいました。藤園レイちゃんに私ゼロサム太陽を教えてもらった、イントロ。いや、音取りにくいとかじゃない、なんかややこしいではあるね、なんか、けど A メロ B メロがね、そう、ちょっと難しかったね。ゼロサムいい曲ですよね。でゼロサムの次が私はすごい好きなんですけど、強がり時計っていう SKE の曲、まあ、AKB のカップリングに入ってた SKE が歌ってる曲なんですけど、私強がり時計がめちゃくちゃ好きなの。言ったことないと思うけど、強がり時計が本当に大好きで、結構この熊本ツアーが始まる前くらいから強がり時計を聴いてたりとかしてたんですよ。2013年の曲だと思うんですけど、確か鈴懸のカップリングだと思うんだけど、多分強がりってマジで、あ、永遠プレッシャーか、ごめん勘違い。すっごい好きで、すっごい好きなんだけど、ダンスがすっごい難しいの。難しいっていうか、ややこしくて、あんまなんか手振りが多かったんだけど、そうそう、北原理恵さんとかがいた時代の SKE の曲めっちゃ好きで、めっちゃいいですよね。これフルで聴いてほしいです。フルで聴いてください。強がりな粉雪降り始めて、傘とか持ってなくて、このまま悲しみに埋もれそう、わがままな粉雪。すっごい好き。もうタイミングも取りづらいし、カウントも取りづらいし、でも揃ったらすごい気持ちいいんですよね、あの曲。そうそうそう。で次が風は吹いてる。風は吹いてるは山口ツアー以来にやりましてね、あの曲も難しいんですよ。風は吹いてるもあれはかっこよく決めれたらすごい素敵な感じになるので、みんなで頑張りました。でも今の時代に風は吹いてるぴったりだなってちょっと思っちゃったっていう感じです。で夜はユニットも私は少年要素付けは一緒だったんだけど、普通のユニットが夜はコンフェッションっていうなんかね、ひまわり組かな、あれチーム K かなのユニット、 I had you baby don't make me love ah ってやつ、スタンドのやつをやりまして、昼より両方スタンドユニット曲でしたね。初めて昼より両方スタンドは多分ひまわり組か。そうそう、コンフェッションをやるの2回目くらいだったんだけど、コンフェッションはすごい私はちょっと後悔してる。なんかもう
もうちゃんとコンフェッションをちゃんと考えとけばよかったって。コンフェッションはなんかほぼあれなんかもうサビとかフリーみたいな感じなんだけど、もうなんかそのひょなんだろうかっこよく決めれなかったことがすごい後悔。懺悔はいらないって、なんか懺悔はいらないで、なんか一個アクションっていうかカウントを取るんですけど、いやそこが本当にうまくなんか思ったよりできなくて、ちょっと本当に悔しい。 悔しかったけど、こちらもタオセリとあとはカレンちゃんの4人でやったユニットだったんですけど、そうすごくかっこよいの、かっこよくて楽しかったなーって。またやりたいなーって思った。ちょっと物足りな感じ。もうそうかっこよくあんまできなかったなーって、もうちょっとできたのになーって思いながらやってました。でもね、コンフィッションはないんだよね多分カラオケに。そうで、次続いては撮影曲は熊のぬいぐるみは同じだったんだけど、私たちのリーズンっていうアンダーガールズのカップリングをやったんだけど、私たちのリーズンってやつをやったんですけど、リーズンもすごいいい曲だよね。なぜ好きになったの、なぜここで言ったの、見つめ合うだけで愛を感じるよ。リーズも名曲だと思います。でその後のダンスブロックも同じで、8曲もジタバタじゃなくてアドレナリンになったくらいで同じで、最後まで同じで、アンコールが昼は僕たちは戦わないだったんですけど、夜だけなんだっけ、そう「マイスかムカネ」をみんなでやって、「マイスかムカネ」ってやって楽しかった。マイスか初めて16人バージョンでマイスかをやったんだけど、楽しかったな。でピアノ曲が「夜は桜の木になろう」をあやねちゃんのピアノ伴奏でやったんですけど、この曲ってなるがオーディションで歌った曲なんですよ、「桜の木になろう」って。それを私はすごい知ってたから、オーディションで「桜の木になろう」を歌ったっていうのが、でその時の客席が一面ピンクになったんですよ。ピンクとか赤とかその色になって、めっちゃ綺麗だったの。なるが泣くからもう私も涙が耐えられなくなっちゃって、本当にマジでポロポロ出てきた。すごい結構泣いてたと思う私。すごいポロポロ出てもらい泣きで、しかもなるが泣いてるの、泣いてるからっていうのもあるんだけど、ファンの皆さんがなんか泣いてる人がいて、結構なんかもうこんな感じで目、なんか目とか押さえてて、なんかもう みたいな感じで泣いてる方がいて、あやっぱね、なるのファンはの方は分かるんだと思って。やっぱりね、熊本に凱旋コンサートで帰ってきて、自分のオーディションで歌った曲を歌ってって言ったら、私もそりゃ泣きます、泣きました、大号泣です。 でもあれなんだよね、これがなんか卒業するんじゃないかっていうフラグになってたんでしょ、なんかざわついてたんでしょ、みんなの中で。 これさ、昨日も話したけどさ、なるとショールームした時に倉野成美卒業するんじゃないかみたいな、なんでそうなったんだろう、泣いてたから、なんでそんなざわっとしたの。
ニコ生のコメントも結構そうなってて、あ、そうなんだ。ニコニコのガーのコメントでそうなってたんだ。マジか、あれはでも本当感動しました。サットさんを発見したので、昨日タワー立てていただいたけど、ちょっとコメントを書けてなかったので、コメント書きながら歌います。歌いますよね、喋ります。二人して笑い飛ばして安心した。え、昨日の配信さ、見たいんだけど、私 YouTube とかに行くか、なんか勝手に上がってそうだけどさえ、昨日さ、私たちマジで頭のネジ 2,3 個ぐらい外れてたよね。なんかもうよく意味わかんなかったもん。てかさ、メールさ2通送ったんだけど、もう1通届いたんだ。届いてなさそう。届いたかな。せっかく書いたのに。2通目届いた？あ、来てる、よかった、ありがとう。え、マジでおかしかったよね、本当に頭おかしかったと思う、私たち。イラちゃんのお笑いが楽しかった。いや、普段さ、あんなにショールームで笑うことなんてめったにないからさ、普段一人でやってることがほぼだから、なんか慣れてやったらマジ笑っちゃうんだよね、私。イクミはね、来てましたよ。イクミはね、昼も夜も来てた。イヤホン、マイク、何か当たってない？当たってないよ、さっきと何も変わってないけど、おかしい。なるってよく泣かないよ、なる、あんまり、あんま泣かないよ、見たことない。こそこそ言ってね。嘘。カサカサ言ってる。マジか。今は。そうで、こんな感じで。終わりました。熊本公園。本当にあっという間だった。本当に一瞬でした。もう儚かったです。本当になんか未だに私はなんか本当夢見てるんじゃないかみたいな、あれは夢だったんじゃないかみたいな。え、ざわざわしてる、抜くね一回じゃ。なんか本当に儚い、え、楽しい時間はあっという間って、だからそういうことだよね。本当にあっという間でした。サットさん、ちょっと一日空いてしまいましたが、あ、ちょっと待って、まあ何でもないです。あのタワーね、ありがとうございました。熊本ツアー見に来てくれてありがとう、嬉しかったです。本当に私はもう余韻にひたひたです。ありがとうございました。ぜひスクショでもしてください。ありがとうございます。一日遅れちゃってごめんね。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。
所できましたかね。丸山さんもいますか。さっき見たけどまだいるかな。スクショした、よかった。あと皆さん、肉、私はちょっと忘れてたんだけど、肉の存在、皆さん肉ね、肉のギフト、黄色いやつ、あのテントのやつ持ってるから、持ってる方 いたら、よろしくお願いします。今何個なんだろう、私なんか、ゆうちゃんは達成したとか言ってても早くないって。ゆうちゃん最近すごい配信してますよね。今1273個だから、あと700個くらいだ。5月5日まで。みりあちゃんありがとう。ああ、皆さんありがとうございます。どこで見れんの、なんかあのサイトみたいな、そのページバーナーで見れます。お肉よろしくお願いします。そうで、もうそんな感じで熊本ツアーもう一瞬でした。あ、感謝祭の話もしなきゃ。そう、感謝祭、その夜公演終わりに、なるの感謝祭イベントがあったんですけど、感謝祭で、まあ、なるの感謝祭っていうことにもかかわらず、私と友達でいられるならっていう、私たちがよく歌って私もすごい好きな曲がある、好きな曲なんですけど、友達でいられるならを一緒に、久しぶりに、ほんと 5,6 年ぶりぐらいに一緒に歌うことができて、これ本当は1月にあった TDC のチームメイトのコンサートで歌う予定だったんですよ、これ。でも歌えな、その TDC が中止になったから歌えなくなって、あの17のやつあったじゃん、それで歌ったんですけど、あの時歌えなかったから歌いたいってなるが言ってくれて、そうで歌えたのすごい嬉しかった。私友達でいられるならめちゃくちゃ好きなんだよね。もうなんか歌詞といい、曲といい、あのゆいぱるさんコンビといい、もうめちゃくちゃ好きで、好きなの、本当に好きなんです。あ、待って、私さ、お肉、海派じゃなくて山派ですなんかいっぱいあれ投げてくれてる方がいます。タートシさんですか。山派っていうかさ、みんなさ、なんでさ無料のやつさそんなに持ってるの。またもらえるようになった、もしかして。60個もある、なんでそんな持ってんの、なんでみんな、なんでそんな持ってんの。私4個しか持ってないんだけどいやもうとにかく本当に楽しかったです。本当に一瞬だった。円盤化してほしい、マジで。もう一瞬過ぎて私は困ってる。もうやだやだ、戻りたいよ。私のただのわがままですけど私のただのわがままだけど戻りたいな。
熊本また絶対プライベートで行く。確かにニコ生で私も見たいな。ねえ、マルも言ってたけど、熊本城ホールで次はね、満席でコール付きでやりたいね。確かに。あと私ね、めっちゃお土産買ったの。もうありえないくらいお土産買ったの、熊本で。今日熊本空港で、なんか普段ってあんまりお土産とか買わないんだけど、マジでなるにいろいろ教えてもらって、あれおいしいよこれおいしいよとか教えてもらったおかげで、なんかめっちゃ買っちゃったんだよね。ゆうちゃんにもお土産っていうことでも買ったし、まあ、自分にお土産っていうことでも買ったし、いっぱい買ったのはゆうちゃんが多分ね、ストーリーにあげてたと思うんですけれども。自粛の反動かな。いや、なんか本当に買いすぎました。なんか気づいたらなんかめっちゃ高くてびっくりした。 あ、そうそう、ゆうちゃんが多分ストーリーに上げてたと思うんですけれども、そう、ここにあるのは、まあメールにも書いたんだけど、買ったものとしては馬刺しと明太子と、あと九州は醤油が有名っていうから醤油と、あとこのこれ熊本スイートポテト、もうあと1個しかない、これ私が食べ過ぎた。4個入りもともと少なかったけど、熊本スイートポテトと、私チーズまんじゅうが大好きなのよ、九州に売ってる。イヤホン差し入れ。で、このスイートポテト、これなるが差し入れでくれたんだけどね、めちゃくちゃ美味しいの、このさ、チーズまんじゅう。私宮崎にあるチーズまんじゅうもすごい好きなんですけど、このチーズまんじゅうもすごく好きです。肥後国っていうチーズまんじゅう、差し入れでめっちゃ食べちゃった。私開けよう。とあとはそうそう、馬刺し明太子と、あと靴、一時期っていうか靴下集めるのめっちゃ趣味だったんですよ。コンサート行ってすごい、キティちゃんの靴下とか持ってたんだけど、全部どこ行っちゃったかな、あ、ないって捨てちゃったかな。ゆうながスイートポテトうまーって言ってたよ。食べたの？食べたの？いつの間に食べてた？俺も買いました。肥後国めっちゃ美味しいよね。私ね、団子は食べれないんだよね。ちなみにからしも食べれなくてさ、肥後国1個食べよう。私チーズがやっぱ大好物だから、本当に肥後国は本当に好き、マジでラブ。血の成分取れるで言っていた。あんま、でも私はそんな感じないかも。なんだろう、ちんすこうで育ってきてるからかな。地獄にこんな感じのチーズまんじゅう。まんじゅうって言うけど、まんじゅうじゃない、全然。
牛乳飲みたくならない。なんないな。私牛乳あんま好きじゃないから。壊れたのこのマイク。食べるね。ね、ケーキっぽい。マジでうまい。非国に甘いよ。なんか、なんて言うんだろうね。チーズ、なんかレアチーズみたいな感じ。蜂のスライス食べた？私が食べた蜂のスライス。めっちゃ美味しくなかった、あれ。蜂蜜超濃厚だった。なんかみんなもすごい熊本を楽しんでて、なんか私と同じだね。 ノリノリ。 いカントリーマン全然違う。なんか、なんて言うんだろうね、チーズケーキみたいな感じ。簡単に言えばね。茨城どんな髪型しよう。凍らせても美味しいって言った。あ、ね、聞きました、ノーさんから。凍らせよう。これさ、絶対私たちが購入してなかったらみんなも多分買ってなかったじゃん、絶対。このくまモンポシェット。 面白いよね。 買うじゃない、なんか紐ついてるよ。すごい、でも買ってよって人多かったはず。だってね、コンサートでこれ持ってる人もいたし。何入れよっかな、飾っとく。普通に可愛いじゃん。だって見て、食べたい、このクマも。プラン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 。そう、私ずっとこれこうやってかけて、これ結構入るね。なんか財布とかも入る、携帯とかも入るし、リップとかもいろいろ入ってたりとかしてたから、さすがに街じゃね持ちにくいけど、なんか茨城に持ってこうかなって思う、これ。 全然違うけど、でも手に入れられなかった人多いってことは売り切れてたのかな。すごい便利なので茨城に持っていこうかなと思います。でもね、私たちが買った時これ安くなってたんだよね、本来の価格より。かわいいねっつって、買おうっつって買ったら、まさかみんなもこんなに買って くれるなんて思ってなかった。値引きしてた。よく知ってるね。私が買った店舗では、そうそう、ちょっといいお値段になってました。買った人多そうだね。でもみんなも飾ってね。ということで、
馬刺しをね、今日は食べるんですよ。今からショールーム終わったら。だから、ゆうちゃんがまだお風呂に入ってるっぽいから、もうちょっとやろうかな。昼ご飯の時、今日何かあるんですか？と聞かれました。あ、やっぱ人多いとそうなるよね。確かに。だって金曜日も私たちもお話し会は実は熊本でやってたんだけど、お話し会終わってめちゃくちゃ時間があったのよ。リハまでね、リハまで時間がありすぎて、いや熊本城ホールの近くってやっぱ熊本城とかいっぱいあるじゃん。で、熊本城に城西園ってところがあるんだけど、城西園に行くかってなってみんなで行ったんですよ。まだあれ旅行だよね、半分 仕事ですけど、もちろん旅行だよ、もう半分マジで。そう、その時にこのくまモンポシェットは買ったんだけど、熊本城、私は熊本城のてっぺんまでは行けなかったんだけど、そうそう、城西園っていうところでなんかね、熊本の美味しいもの食べたりとかやって、全国ツアーでね、観光できるなんてもう本当にないですよ。異例ですよ、もうマジで異例。ちょっとなるに LINE したいことがあるから、 LINE だけする。本当にね、初めてあんなに余裕があったツアーは本当に初めて。いつもツアーの時って本当にバタバタなんですよ。本当に時間がなさすぎてめちゃくちゃバタバタなんだけど、すごい謎のね、余裕すごかった。クラノーで予約してた人何名かいて、店員ニヤニヤしてたみたい。ということ、クラノーっていう偽名をみんな使ってたってこと？やばいじゃん、みんな。なるに LINE した。余韻にひたひたって。宮里使ったの。確かに、オタ活あるある、これ。ね、本当に楽しかった。なんか本当になんか本当に本当にもっと、いや本当に唯一の悔いはもっと写真を撮っとけばよかったなって。メンバーとかともそうだけど、私ってあんま普段から写真を撮らない人間なんですけど、こういう時にいつも後悔する。写真を撮っとけばよかったって。写真ね、写
写真思い出いっぱい欲しいのにって。でも本当に久しぶりにみんなの顔見れてよかったし、本当に本当に楽しかったです。明後日は茨城がありますんで、皆さんね、茨城ツアーもね、りんちゃんが考えてた通りすごく素敵なので、来れない方の方が圧倒的に多いと思うので、配信でニコ生で夜公演を見ましょうか皆さんやばいよね、あさって茨城って。私も追いついてないよまだ。熊本の余韻にさ、まだ浸ってる ばっかりなのにもう茨城もあんのみたいな。あと私茨城は本当に1週間前ぐらいからしか、1週間前くらいからしか練習できてないので、ちょっと不安なんですけど、明日頑張ります茨城ね。ニコ生プレミアに加入しましたよ。必須だよ必須。ね、みっちゃんも。みっちゃんもですけど。っていうことでね、何曲か歌って終わりますかね。熊本の歌を歌います、ごめん、私がもう個人的に歌いたい歌を勝手に歌っていきます。いやでも結構ね、熊本の曲を歌いたかったのよ。だけどネタバレになると思ってこの曲は 歌えてなかったけど、歌う、ついに歌うそう、昨日もちょっとね、歌なると言ってたから歌えなかったから、その分も含めて歌っていきたいと思います。ということで聴いてください、どうぞ。僕はすっごい大好きな曲で、もう8に加入して多分すぐくらいのゆいぱるさんの曲なんですけど、ずっと聴いてますこれ。大好き大好き。やば、クマモのぬいぐるみないのか。何言ったっかな次。ゼロサムない多分。ない曲多いんだよな。モニカね、ないんだよ。じゃあこの曲いきます、どうぞ。好きだわ、好きすぎるわ。じゃあ最後一曲歌います。あ、ゼロ3もあった、また次歌うね。いや最後はこれ歌うよ私はどうぞ。に人人になりながら、まだ人人でいるつもりでいますが、茨城がね
もうすぐであるので、茨城ツアーも頑張りつつ、熊本の余韻にもこれから浸っていきたいと思います。ありがとうございます。そして6位がアビスボックスさん、ありがとうございます。そして5位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がじゅんふなさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がミリアちゃん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がオノピョン、ありがとうございます。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。お肉もあともう少しなので、明日までだよね。明日明後日で達成できればなと思うので、引き続きご協力よろしくお願いします。ね、ギフトも本当にいっぱいありがとうございます。ということで、私は馬刺しを食べて明日の準備をして寝ます。ということで、この辺でさよならんりー、バイバーイ。お肉お肉、肉肉肉肉肉お肉、ヘイヘイ、バイバーイ。